で、また大きな交差点に差し掛かりました。ここは左折していく模様です。クラクションで応援してくれてます。前半はポイントまであと少しです。今日のランチポイントまで残り10キロです。ランナー3人とアリさん、ランチポイントに向かっています。路面は相変わらず凍っていて非常に綺麗な状態です。気温は約マイナス10度です。冬にもなりますが、なかなか気温が上がっていきません。月にもいっぱい霜がついています。